出てるんですけど、もう時間なんで始めます、ごめんなさい。はい、いや奄美大島から帰ってきてね、今ちょあ BGM かけよう。最近最近何見つけた、まあ、いつも YouTube で聞いてたような BGM を最近ちょっと見つけたんですよね。でこれちょっとエモい系ですけど、かけようかなと思います。いいやつなんだよね、これいいやだよね、なんかエモくていいよね。なんか今回の動画の内容に全然合ってないですけど、まあいいでしょう、やりましょうこれで。な、俺らボルティスサポのさ、岩尾健也のこの気持ちを表したような BGM じゃん、めちゃめちゃ良くない？やべ、鼻血出てるわ、これ大丈夫かな、広告外されたりしないかな、血とか出てたら確かダメなんですもんね、確かね。で俺ごめん、ちょっと今さめっちゃ鼻声じゃん、ちょっと喉も枯れてて。なんかさ、奄美大島のね、3日目の夜ぐらいからかな、ナイトクルーズしてたあたりからかな、ナイトクルーズが終わったあたりぐらいからなんかすげえ体調悪くなり始めて、なんか風邪の症状が出始めたの。そうで、あ、やばいかもと思って、で4日目とかはすげえおとなしくしてたんですよ。マングローブとかだけ行ってさ、であとはまあ普通にね、宿でずっと寝てたんですけど、でこっち帰ってきてから家に抗原検査キットあったんでやったんですけど、別にそれは陰性だったんで、あ、別にコロナじゃないのかもなみたいな感じで、別にさ、まあね、抗原検査キットもさ 86% ぐらいだったかな、確か正確性が、なんで別にその完全に合ってるとかは言えないんですけど、まあコロナじゃないとして、ない確率が高いっていうわけで、そう、めっちゃ今喉がさ、ほんとカレカレでさ、声がなかなか枯れてるのよ、そうマジで。まあ味もまあちゃんと感じるし、まあ別にコロナじゃないと思うんだけど、ああ喉痛い。奄美大島、まずなんか飛んでんのかな、まず鼻が詰まって、でそっから、まあ鼻詰まってたら口でね息するんで、奄美大島って結構意外と寒くてさ、夜は、今でも多分夜は14度とか13度とかなるんですよね。でいつもは全然問題ないです、富山だって今0度とか1度とか2度とかですからね、そう全然ね、気温としてはこっちの方が寒いんですけど、一回あっちに行って2日ぐらい過ごすと、やっぱ体がそっちに適応して、めちゃくちゃこうあったかく、なんかあっち日中だって18度とか19度とかですから、そうで、まあでもやっぱ夜寒くて、暖房とかかけるから、でかけてたらなんかこういう感じになっちゃったみたいな、喉が枯れちゃったみたいな感じになって、でこっちに帰ってきたら、まあこっち寒いわけ、本当にやばと思って、北陸寒いと思って、そうで、まあこんな状況になったと思います。別に熱とかはないですけどね、なんか喉と鼻の調子がすげえ良くない？はい、あと鼻血がよく出ます。さあ、じゃあやっていきますか。はい、皆さんこんばんは、こんな鼻血ブータレですけども大丈夫かな。そう、声ガラガラなんですよ、一応抗原検査キットでは陰性だったんで問題ないと思うんですけど、コロナのね、そう、いやまあ別に熱とかはないんでね、元気なんですけど、声だけがもうこんな感じ。だから明日声出せないわ多分。そう、やべ、もう鼻血も出る、まあ、鼻血出てたけどやるわ。はい、じゃあ今回はまあちょっと聞き取りづらい声だったらすみません。でも今日のこの感じ、なんかね、こういう声が好きだっていう女性視聴者もいると思ってやっていこう。まあうちのね、このチャンネルの視聴者は 91% が男性なんですけど、はい、まあ気にせずやっていきたいと思います。男性にも刺さる声の人がいるでしょう、この声がな。よし、じゃあまず今回は富士フィルムスーパーカップか、去年までゼロックススーパーカップでしたけどね、今年から富士フィルムスーパーカップに名前が変わって、最初の試合になったわけなんですけども、リーグ王者のフロンターレ、川崎フロンターレ対、天皇杯王者の浦和レッズの、試合になりまして、で、まあ、去年はリーグも、天皇杯もフロンターレが勝っとったんで、
うん、で去年はフロンターレ対ガンバ大阪の試合だったんですけどね、うん、で、まあ、まずやっぱり、そうまあ、結果としては、2対0で浦和レッズの勝利ということになりました。まあ、フロンターレが正直何もできずというとちょっと言い過ぎなんですよ、うん、僕は決してフロンターレが、まあ、本当に無策だったかっていうと決してそうじゃないと思うんですけど、そう、それ以上にこうレッズがすごすぎたっていうのは結構な、こういろいろね動画も出てますし、あの見てて思う、まあみんな多分そういう風な観察直なんじゃないかな。決してフロンターレは悪くなかったと、まあ俺も思いました、試合見たけどね。でなんでそういう風になったのかっていう話を今回はしていこうと思ってて、まずね、まあみんなというか、まあおそらくよ、J2 民とか、まあ、J2 民以外、うん、あと徳島ボルティスサポ以外は、まあ、ほとんどがね、多分浦和レッズサポも含めて、あの岩尾健を舐めてたんじゃないかなと思うの。舐めすぎてただろあんたら。全然あれ普通だから岩尾健、うん、マジで。あれが岩尾健の普通ですからね。うん、なんならもっとできる時もありますからね。うわもう話が止まんねえな。まあ今やっちゃおう。そう。っていう感じで、岩尾健がすごすぎたという感じの視点で今回は解説していこうかなと思ってて、まあ、あの語るべきところはいっぱいあるわけ、うん、で、あのがっつり戦術的な話もしてもいいんですけど、まあ俺正直そこまで話すことないし、あの画像とかじゃないとやっぱちょっと伝わんないだろうなって部分が多くて、あんまり、まあ一応作戦ボードも用意したけど、あんまりこの戦術的な部分はまあ軽めにして、まあうん、まあ岩尾健がすごすぎたってなんどういう意味なのみたいな感じの、話をね今回はしていこうかなと思ってます。はい。でまずね、レッズがすごかったらやっぱ守備だろうなと思ってて、そう、まあ試合後にリカルドがね、あのボールを持てなかったのは反省ですみたいな、うん、でもやっぱフロンターレ対策をすごくうまくしてきたなとはすごく思ってて、やっぱフロンターレがやることってやっぱ分かってると思うんですよ。うん、じゃあレッズはどういう風に対策しますかってとこだったと思うんですけど、まずね、まあ、守備布陣はまあ4-4-2ということになりまして、でレッズがこの試合やってきたのはまずハイプレス、まあ、2個だと思うんですよね。2個っていうか、まあうん、まあ大きい4つ、まずハイプレス時の守備で、もう1つが、撤退時の守備。この撤退時の守備っていうものがまあ3つに分けられて、受け渡し、受け渡し、警戒、挟み込み、この3つだと思うんですよ。そう、これをうまくすごくねしてきたと思ってて、でそれをやるための初期配置と二次配置だったわけです。まあ簡単に説明しよう。あんまり俺もこういう喉の状況だからあんま長く話したくないから、まあレッズが赤でフロンターレが青だとしてまして、でまずやっぱり初期配置と二次配置の部分で言うと、やっぱ伊藤敦樹じゃないかな。ここ結構ポイントは、まわたりがここいつもだったら、まあ去年までだったらここ秋元とかやってたじゃないですか。で秋元は一番前で江坂とこう組んでて、でここに真渡り新加入入れてきて、でいつもボランチとかを、去年だとボランチをやってた伊藤敦樹をここで使ってましたよね、左のサイドハーフで。でまあ岩尾、あと柴と、まあここ逆かもしれないですけどっていう感じだったと思います。で関根でしょ、で酒井宏樹かな、うん、とかなんで、でやっぱこことここがすごくポイントだったんじゃないかなと思ってて、本当初期配置と二次配置すごく考えられてたなっていう、うん、あのまずハイプレス時のこと、基本的にはフロンターレはボール持つと、まあこれはまあ想定できたと思うんですよね、うん、でフロンターレを捕まえるために大事なのはやっぱ2トップが2センターバックいったと、これがやっぱできたのがすごく良かったし、でアンカーここ開けないことってすごく重要なんですけど、これを2トップがこういう風にまあ片方を寄せて片方を見るのか、でこれって基本的にまあ正直フロンターレ相手だと俺はなかなか厳しいだろうなと思ってて、やっぱ3枚作ることが重要で、ここに対してどうしますか、誰が行きますかっていうところだったんですけど、まあよくあるのがこういう風にするとかね、こういうこととかもできるんですけども、この日はボランチの片方の特に柴戸が前に出ていって埋めてましたと、1-2-3、ここをまあガッツリはめにいってたと、でその代わりに岩尾が残る中をこうサイドハーフで絞らせるみたいな、うん、こんな感じの守備陣形を取ってきてたんじゃないかなと。でこの柴戸がまあいろんなとこよく動くわけ、うん、出たらまあ行くでしょ、でその代わり中絞るみたいな
こともやってて、まあほんと柴戸はすごかったなとは、思いましたけどね。そうで、あとはこれがハイプレス時、まあもちろんこれ全部うまくいくわけじゃないんで、フロンターレもうまいからずっとうまくいくわけじゃないんですけど、基本的にはこれがうまくいってたと。で、あと、撤退時ですね、ブロック組む時に、まず受け渡し警戒挟み込み、これがすごくうまくいってまして、まあフロンターレって結構いろんなポジションチェンジを繰り返すじゃないですか、前で。で特にサイドとかボール持ってる時に、まあ、真ん中でこう逆サイドは待ってると思う、あのレアンドロ・ダミアンとか逆サイドは待ってると思うんですけど、そう、あのサイドバック、インサイドハーフ、このウイングの選手で、ここをね、やっぱどういう風に守るかってすごく重要なんですよね。まあ簡単に話すると、ここがやっぱこう、あのよくあるのが、なんていうかな、なんつったらいいかな、あれ、旋回って言ったらいいのか、ボール出しました、でインサイドハーフの選手が最初こっちにいた時に、まあ大島エルトとかよくここら辺でボール持ってる間で、ここら辺に一回横切ってここら辺行っちゃうとかよくあるじゃないですか。あの後ろこう通っていくとか、この選手の背中を通っていくみたいなこともあるんですけど、そうで、ここで受け渡しがこの微妙なポジションで受け渡しがこうどっちに行くのみたいなのが生じて、こうなった時にこう行くと、これどっちついていくのみたいな、俺がついてきますの、もしくはこっちで受け渡すみたいなことが起こるんですけど、ここをやっぱちゃんと、レッズは受け渡してたなと思って、基本的にゾーンで守りつつ、ここを受け渡してちゃんとこうマーク捕まえるっていうことできてて、やっぱ基本的にまあ一瞬こう空く時間はあるんですけど、その一瞬がすごく短いっていうのが、まあ、この試合の特徴だったかなっていう。で、まあ、常にみんな警戒していて、背後を確認する、後ろのパスコースが切れてないのに行かないっていう、これすごくねやってたなと、思いましたね。そうで、あと挟み込みですよね。出てった人がここちゃんと戻ってきて挟み込むっていう、そうパッてパス通されたらここ2人で挟み込んで取るっていうことやってたと、思ってましたし、めちゃくちゃ良かったと思いますね。はい、いやー体調別に悪くないんですけど、喉の体調だけすごく悪いからごめんな、あと鼻と、はい、ほんで、そう、それがすごくうまくいってたなっていう感じで、した。まあ戦術の話はそんなにあんまたくさんしないかなとは思ってますね。で、まあそのフロンターレとしてはこれをね、あのこじ開けようと本当いろんなことやってたと思いますよね。確率 61% までいったし、まあ、いろんなこと試してたんですけども、ただね、そこに、立ちはだかったのがまた岩尾健だったわけで、岩尾健が何をしたかっていうことに関しては、結構やっぱ記事が何個かあって、なんだっけな、まあ、一回なんかさ、あのさっきなんかツイッター見てたら、のぶぐばさんつって、岩尾健さんの、実のお兄さんがツイッターやってるんですよ。で、結構岩尾さんのことを話してくれるんですよね、日常的な部分だったりとか。で、彼もちょっとね、動画で上げてましたけども、なんていうかな、まあなんか一回なんかさ、すげえ崩された場面があったんですよ。もう詳しい字がちょっと忘れましたけど、フロンターレが多分ちょっと修正してきて、なんかハイプレスをちゃんと今の形ですね、芝とこの形で行くとき、そう、今までやってたような形でハイプレス行こうとしたら、なんか剥がされちゃったんですよね、一回ね。多分あれはサイドバックの位置と、あのインサイドハーフがちょっとここら辺にいて捕まえに行きづらかったって感じだったんじゃないかな、ちょっと予想します。ちょっとあんまりこう詳しい場面をごめん覚えてなくて申し訳ないんですが、まあ、なんせこうはまんなかった時があったわけ。そう、うまく使われて、おそらく確かサイドバック上がってて、インサイドハーフのあたりがこの辺に降りてきたんじゃないかったかな。でここやっぱついていけないから、さすがにここまで行くとここがら空きになっちゃうんで、さすがにそれは難しいから、じゃあどうやってつきますのみたいな、ここをやってたんですよね。でここの時間が起こった時に、一回ちょっと怪我人がなんか出たかなんかで時間が空いた時に、リカルドが困っ、なんかね、リカルドに話しに行ったんですって、岩尾健が。そう、どうしますみたいなことを岩尾健がリカルドに言ったんですってそう、リカルドこういうこと起こってますけど俺らどうしましょうみたいな。そう、これが普通にできんのが岩尾健なんだよね。でこの人レンタルですからねそう、 J2 からのレンタルですからね。なんなら J1 で降格したチームの主将でしたけど、そっからレンタルできてる人ですから、
そう、それをもうすでにこのチームの主力としてやっちゃってるっていうのが岩尾健の凄さで、そう、でリカルドはリカルドでそれを聞いて、あ、じゃあ俺は交代して対応するねみたいなこと言ったらしいし、まあリカルドも実はちょっと気づいたみたいな話もあったし、そう、これを試合中に全部見えてるわけ、リカルド、あの岩尾健は。でこれをレッツサポは知らないんでしょうね知らなかったんだ、まあ当たり前ですけどね、あんまり、まあね、去年だってボルテスに対してはレッツは2回とも確か勝ってましたし、まあそんなにこう別にボルテスのことあんまり知らなかったと思うから、そうで俺もなんかね、あ、一回裏毛チャンネルさんだ、話大丈夫かな、これちょっと待って、あ、止まってたわ止まってた、多分止まってます、はい、大丈夫かな、ちょっと血ついて、まあいいわ、話止まった、はい、でね、ちょっといいとこだから BGM 変えていいか、うわ、ちょっとなんか陽気な BGM になっちゃった、そんなテンションで俺今日話せないけども、そうで、浦和レッズは知らないと思うので、俺浦木チャンネルさんって方、めちゃめちゃ多分浦和レッズさんのサポの中では有名なとこだと思うんですけど、一回出させてもらった時があって呼んでいただいて、まあ俺が営業かけたんですけど、実はあの時にちょっとやっぱちょっと感じてたのが、やっぱそう、浦和レッズサポも、あの裏木のお二人もやっぱまたそのUGさんも、あの要さんもちょっと岩尾健のことちょっと舐めてんのかなっていうか、そう、なんかどんなすごい、まあ、舐めてるちょっと失礼かもしれないけど、なんつったらいいかな、なんかちょっと岩尾健の凄さをなんかあんまりこうまだ肌で感じ取ってないっていうか、もうすごく感じてたんですよ俺、なんか、あ、まだちょっとなんか、そんなになんか盛り上がってないなみたいな、そう、いや、これが普通やからさ、だからボルティスタポからしたら、ああ、まあこうなるよねみたいな、そう感じだと思うんですよね、何も驚かないっていうかね、だかこれが普通にできる人なんで、あの人は。そう、だから試合中に起こってることをすごく俯瞰で見れることができるんですよ、あの人は。でそれをちゃんと言えるし、リーダーシップ取ってやれるんですよね、彼はね、で大体当たるっていう。そうで、事実、あの、なんか裏木チャンネルさんの時にもやっぱその、じゃあ岩尾健って本当に J1 でも通用すんのみたいなこと言われたんですけど、いやでもデータでも全然通用してましたし、実際試合見てても全然困ることなかったですし、なんなら岩尾健が試合を支配してましたみたいな時も結構 ありましたよって言ったんですけど、なんかちょっとやっぱみんな風に不安な、なんかこうなんていうかな、腑に落ちてない感じだったから、ようやく気づいてくれたかというのが分かったかなと。まあ、もちろんね、あのシーズン中ずっといいわけないから、でもシーズン中 ずっといいっていうのも全然あるから、彼の場合だと。まあ、これからね、あの、まあ、どっちに転ぶか分かんないですし、まだシーズン一発目の試合ですから、まあ、全然分かんないですけど、まあ、これが普通です、岩尾健の。まだまだ全然上がっていく可能性はあります。はい、で、それが、まあ、あの基本的に、頑張ってくれて、その後もまあ受け渡しと警戒がさえ渡りまして、そう、あとフロントアレに決定機をほぼ作らせずという感じで。で、まあ、まあまあ、ちょっと判断難しいですよね。まあここではまあまあ言わないことに、まあ俺は別にファール取るべきなんじゃないかなと思ったけど、まあでもね、あの秋元が最後までプレーしたからさ、まあ取りづらいのかなと思ったけど、でもまあちゃんとその後、あの秋元とね、江坂で2人でカウンター沈めてね、いう感じで2点取って、でフロンターレは知念の一発がちょっと枠外れちゃって終了って感じでしたね。ちょっと浦和レッズ恐るべしというか、2対0で完勝と、言ってもいい内容で勝利したっていう感じだったと思います。そう、まあこれがまあ試合の簡単なこう感想になるんですがまあつかさ、あのボルティスに感謝してほしくない、そう、賞金の 10% ぐらいくれよって思うよね。なんかだって前作コーチ引き抜いてたでしょ、で今年は岩尾家も引き抜いて、で去年は監督引き抜いていったわけなんでね、3000万ぐらい出てるんでしょ、10% ぐらいくれよとは思うよね、300万ぐらいなそんぐらいもらってもよくないと思うけど、そう、あとはなんか栃木ね、栃木
栃木はね、まあ、秋元よ、うん、秋元報酬でさ、まあ秋元はもう完全に取っちゃったから、まあ、別にもうお金やる義理もないんだけど、まあ、栃木 AC は栃木 AC でさ、キャンプできなくてさ苦しんでたからさ、栃木にもちょっと秋元くんありがとうみたいな感じで 5% ぐらい上げてもいいんじゃないの。だ300万でしょ、150万ぐらい全然軽いでしょと思うけどね、うん、でちょっと恐ろしいのがまだこれでユンカーとか小泉とか出てないっていう、あとモーベル君もまだ来てないよっていう、いや怖ー浦和レッズと思って、そういやーすごいね。でこれがまあレッズなんですけど、じゃあフロンターレ、フロンターレの大動きって終わりますのみたいな話になってくると思うんですけど、まあ結構やっぱさニュース性強いじゃんこの乾杯、まあフロンターレが強すぎて、だから去年一昨年からもそうですけど、やっぱ倒したってなるとやっぱちょっとニュース性が高くなるっていう、そう、あとやっぱみんなさ乗車必須というか人の不幸好きだから基本的に、やっぱそういったことを取り上げたくなるんですけど、まあ別に俺は別に黄金期終わんねえだろうなと思ってて、このままで多分フロンターレ終わらないと思いますけどね。だってフロンターレってあの鬼木さんですからね、あとフロンターレですから、まあ、このまま終わるわけないし、あとやっぱあの記事でもスパイアに記事出したけど、記事でも書いたけど、やっぱ一番のこの、他のチームの懸念としてはやっぱフロンターレから戦力を奪えてないっていうのが遺跡で、それが一番大きいなと思ってて、本当にフロンターレ倒したいんだったらフロンターレの戦力を削った方がいいんですけど、そこはやっぱどこのチームもできてなくて、まあさすがにゼロじゃないかって言われるとゼロかって言われるとゼロじゃなくて、やっぱね、田中碧とか旗手とかは抜かれたし、欧州にな、で三笘も抜かれてるから、まあフロンターレは確実に戦力落ちてるけど、でもフロンターレはまあこのままじゃ絶対終わんないと思いますよ。だってそれができてるからこれだけ強くなってるわけですし、まあまだないです、フロンターレが弱くなることはないですね基本的に。そう、逆にフロンターレが移籍させる可能性もありますかね。だってチャナテップ強奪できたんで、まだまだ全然逆にフロンターレが動く可能性もあるんじゃないかなと思いますけど、ただねちょっとやっぱ気になるのは、鬼木監督はあの塚川幸喜の使い方をやっぱよく分かってない、それはすげえ感じるかな。まあ俺山賀札幌でもあるから、あの塚川幸喜はあのねアンカーじゃ絶対ダメなんですよね。まあもしかしたら塚川幸喜をうまく改造してあのちょっとなんていうかあの変えたいって部分もあるのかもしれないんですけど、やっぱ塚川幸喜はねあのねもう山笠っぽからしたらねあのインサイドハーフで別にいいんだけど、もう自由にゴール前に突っ込ませとけばいいのよそれで全然勝手に点取るから、点取るかまあチャンス作るか絶対するんで、まあそれをさせとけばよかったんですけど、なんかこううまくね使えてないのか、アンカーで使っててもったいないなっていうか、もっと前でこう張らせとけばいいのになっていうすごくあったんですけど、意外性の男なのになんか意外性が出づらいとこで使ってるから、もうちょっとなんかこううまく使ってあげた方がいいのかなと思いましたけど、でちょっと気になるのがこの後のこの対戦チームの成績で、あのちょっと僕見つけちゃったのが、まあ結構みんな知ってるかもしれないですけど、あのゼロックススーパーカップに出たどちらか片方もしくは両方のチームが必ずそのシーズン不調になるんですよ。これ実は面白くてですね、例えばね、2019年、はい、フロンターレとレッツが、試合しましたと。2019年の開幕を告げたのはフロンターレ対レッツでした。でレッツは2019シーズンはリーグ戦14位になりまして、あのまあ、ACL とかもね、ACL が2020年か、はい、でしたけども、でフロンターレはフロンターレで2019シーズンは優勝を逃しました、はい、で、2020シーズンは F マイノス対ヴィッセル神戸、あの3対3から PK まで行って PK がもう外れまくった伝説の試合ですけど、で2020シーズンのヴィッセル神戸は J1 で14位になってしまいましたし、マイノスは、まあ、まあみんなご存知の通りで、まあ、俺が、1年間追いかけたけどもう全然ダメだったシーズンだったんで、そう、あと2021年はフロンターレ対ガンバ大阪の、ゼロックススーパーカップだったんですけど、ガンバ大阪は去年もくちゃくちゃだったじゃないですか。で結局は13位で、まあ、最後まで残留争いギリギリまでやってたんで、そうというようなことがあるんで、なんかねあのこの両チーム、この2試合に出たこのゼロックススーパーカップに出たチームはなぜかこう不調になるという
ジンクスがあるんですよね。でそれが今年のフロンターレとレッズにどこまでで当てはまるかは分からんけども、まあ、ちょっとなんかこう面白いデータの一つかなとは、思ってていいんじゃないかなとは思います。まあいずれにせよね、レッズちょっと強いな、恐ろしいなってのと、あとはフロンターレ、まあとこれで終わらないだろうなっていうのがあるのと、あとやっぱちょっとやっぱ俺すごく嬉しかったのはやっぱ岩尾健さん。そう、岩尾健さんはなんだろう、まあボルティスサポーって結構いろいろさ、やっぱりボルティスサポーの中でも結構まだ岩尾健さんまあ存在がでかすぎて難しいんですけどと思ってる人多いんですが、俺はね、俺はすごくなんかこう嬉しかったというか、なんか33歳で新しい挑戦決めて、で初タイトル取ったじゃないですか J1 で、ちょっと嬉しかったですね。ちょっと幸まあがね、新しい挑戦してよかったなっていうか、まあ、男33歳新しい挑戦で結果出したっていうか、すげえ人だなって改めて思いました。そして岩尾健の恐ろしさをみんな知ってくれてよかったでしょう。はい、さあじゃあ今回は以上かな。ちょっとあんまりいつもよりテンション高くなかったかもしれませんけども、がっつり話してきましたがいかがでしたでしょうか。180人見てるわ、ありがとうございます。ごめん、いつもよりちょっと声が低めで申し訳なかったんですけど、おやすみなさいの前にちょっとコメント読ましてもらおうかな。久しぶりになんかライブしたな、ちゃんと。あ、パイナップルと言ってたあれはソテツだったのか。そうなんだ、いつものいい声が出しにくそう。そう、今日はちょっと声やばい喉がちょっと、お、岩田サポの方来てくる。あとジュビロ、レッドサポか。岩尾健選手マジでやばかった、完全にゲームをしっかりしてて、あれが普通っすからね、あの人。松本ゼロ度のドカ雪やば、奄美大島行け長野からやったら成田空港近いじゃん、富山からやからね、こっちはな。今年の J2 は例年に比べて各チームにチャンスありそう。いやー、まあ混沌としてますよね今年はね。ガキチの件ですあんまり言うと試合出なくなった時メンツ立ちませんよ。あ、まあ別にあんま気にしないですからね、俺自分のメンツあんま気にしないんで別にいいっすよ、まあ、別に試合出なくなっても弱件は弱件ですからね、絶対にチームにとっては貢献してくれるんで、あの人はもう危険なところめっちゃ埋めまくってまったね、埋めまくってましたね岩尾健がね、すごかったね。佐々木さん、監督、通訳兼コーチ、分析担当が全徳島、選手も全所属と元所属が一人ずつ、痛快だわ痛快とか言いつつちょっと悲しそうな文面でですデックス。ね、フロンターレどうするんですかね、チャナディップ、まあでも別に今のままで良くないかなと思うけどな、あの精度上げていけるだけや、勝てると思う。あとシステムあんま関係ないからな、フロンターレにとっちゃ、だから別にフロンターレは別にシステムどう、ま、初期配置が3-4、あ、待て、4-1-2-3だけで、そっから先は基本的には結構こう柔軟に対応してる感じはしますけどね、あんま問題ないんじゃないかなと思うけど、ケンさんラブの奈良橋さんに解説出てほしかった。日テレの解説やっぱひどかった、だってあれでしょ、北澤剛じゃん、北澤剛はな、感想だからな、解説ではないからな。岩尾マスターコンピューター裏切ったりしねえだろうな
エイリアン見てるか、エイリアンのコンピューターマザーって言うんですけど最後はね、あの乗組員を見捨てて自爆しようとしましたからね あとは僕らボルティスタップは十分凄さは分かっていたけど、多少から見るとなかなか分かりづらい、まあ確かそれはあるでしょうね。まああんま目立つとこではないですからね。あとまあそう目立たないというのは、まあ確かにそれはあると思うんでしゃあないっすよね。あとはこんなもんかな。有能な若手4人ぐらい貸せと確かにまだまだ持ってんだよレッツ、分かってんだぞお前らの中は絶対貸せるよな使いこなせない選手は貸してくれ、徳島に貸してくれたら育ててお返ししますからおういいよ別に貸してくれればそれでいいっすよ、うん、どうせ徳島からまた買ってくんだろ、じゃ今のうちに貸してくれやゼロックスのジンクスでいうと浦和がスーパーカップ優勝したときは必ずリーグ優勝する。へえすげえ。今年じゃあ浦和レッズってこと？へえ。人生初のユニフォームはケンさんにしました。おおとつさん。レッズサポなんかなこの方はな。すげえ。岩尾ケン。岩尾レッズって言いそうになっちゃった。いいわ俺っつ、いいね、なんかちょっとすげえハマったわいいわ俺っつちょっと失礼かなでもいいじゃん。さあ終わるか。ねえケンさんもっと若ければ、いやだからむしろ今絶好調じゃないかな。あれだってあのポジションあんま年齢関係ないっちゃ関係ないし、まあでももう呼ばないだろうな、だってそんなサッカーしてないもん、岩尾健さんが生きるサッカーしてないからさ、絶対日本代表はまあ呼ばないでしょうね。とりあえず呼ぶけど岩尾健全然ダメじゃんってなって結局干される気がします、森保ジャパン行っても。だからもう本当個人とか個人でなんとか頑張るみたいな感じのチームだから、多分あんま岩尾健さん行ってもあんまりいいことは起こんないかもなとは。あ、怒んのかな、難しく分かんねえな。言ってもなんとかなりそうな感じはするけどな、ケンさんだったら。いやフロンターレはね大丈夫だと思うけどな俺はな。たまに借りパクしますが貸してくれやめろ俺レッズお前これ岩尾健完全に買い取った俺マジ泣くけどな最悪だわそれ、考えうる限り 最悪のケースやろそれこのまま仮パックか、うわよくないよ仮パックは、あはちゃんと金払えよあマジ仮パックすんなよお前らやべ、ちょっとなんか久しぶりにちゃんとこういったライブやったんやけど、それ楽しいな、やっぱライブっていいな、楽しいわライブほんと酒飲んでいつもやってんすけどね、今日初めて来た人は酒飲んでなくて申し訳ないんですけど、いつも酒飲んでやってますからね。さすがにちょっと今喉の調子が良くないんで、酒はちょっと軽めに、軽めですからビールは飲まないです、はい、軽めに飲んどこうかなと思いますけど、3000、そう3000も獲得したんで岩尾県仮パックできるってなっちゃうかもしれない。だからボルティスにちょっとよこせさあじゃあご視聴ありがとうございました、おやすみなさい皆さんも風には注意をしてください、あーきついおやすみなさい、バイバイ、じゃあねー、おやすみ、浦和レッズ強かったね、今年頑張ってください